今度はなんだよ。子供祭りよろしくお願いします。まあなんとかなるんじゃないですか。俺のパパのこと知ってるか。パパに会いたくて来たんだ。俺は会わねえ。何言ってるんですか。早く一人前の先生にならなきゃって焦ってばっかりで。毎日小太郎さんなりに一生懸命なんだと思います。自分の子供が可愛くないはずがねえんだ。お主はわらわの保護者ではないのか。小太郎は一人暮らし。土曜夜11時30分。小太郎君に頼みがあるんだ。